宮に到着いたしました。これ最後じゃないですよ。まだ八宮があるんですよ。ここは神戸駅も通り過ぎて、これは2号線でしょうか、43号線でしょうか。まあ、阪神高速のを渡ったところですね。交通量かなり多い場所でございます。ということで、篠宮お参りいたしましょう。この七宮はですね、まあ先と先からの全部この発車一緒で、そのなんだ、アマテラスとスサノオの話から来てるわけですけど、最新何でした？その中でもこの七宮は道南無知の御事という神さんが、祀られているらしいんですけども、この人が何やったかはよう知らないんですが、後に、平の清盛ですね、神戸で都を作るわけです。その時にちょっと出てくる人で、なんかあれ何なんですかね、埋め立て地なのか、なんか都を作ろうとして、ね、福原家を作る時に工事をしようとすると、何かと災害が、雨風が起こるということで、おかしいなあいうことをやったんですけども、土砂をね取ろうとしてたところに神さんが祀られてて、その神さんが怒ってるんちゃうかいうことで、ここに、祀ったらそれが収まったという、そんな話があるらしいですね。この、それこそイザナギザナミ、アマテラスとか、スサノオが出てきたり、ちょっとあと、ちょっとって何百年か後に神宮皇后が関係してたり、その千年ぐらい後でしょうかね、平の清盛が出てきたり、神戸はいろいろね、歴史その都度いろいろある町だということが分かります。